ベーター・ビクセル、2011年、ベーター・ビクセルと結婚、彼女との間に二次を設けている。詩や商品などの自費出版を経て、1964年にデビュー作、本当はブルーム夫人は牛乳屋さんと知り合いになりたいのだを発表。同作は、スイスの出版界では異例の成功を収め、彼の名を一躍有名にした。1965年には、 第2作、季節により、47年グループの朗読会で、グループ賞を受賞している。ビクセルは、商品や、談笑的な作品を得意としている。その作風は、特段何事も起こらない日常的な風景を、感情を交えず、しかしどこか、ユーモラスに、三分四風の文体を用いて描くというもので、仮作ながら、多くの愛読者を持ちまた多数の言語に、翻訳されている。 1970年には第3作にあたる児童文学テーブルはテーブルでドイツ児童文学賞を受賞。その後もヨハン・ペーター・ヘーベル賞、ゴットフリート・トケラー賞などを受賞している。ビクセルは1957年にスイス社会民主党に加盟しており、1974年から81年にかけては友人の連邦参議会議員ウィリ・リチャードの 個人的アドバイザーを務めている。1981年から82年にかけては、西ドイツのベルゲン・エンクハイムの試書記に選ばれ調子の編纂に関わった。ありがとうございます。